リートン、ソッシーの。ラジオの歴史小話。ガチャ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 。思わずシェアしたくなる歴史の話。そうですね。まあ、最近、こう、やっぱり、経済環境がね、ちょっと、いろいろと、どぎまきしてるというか。不況が来るんじゃないとか。米中貿易戦争が起きてるとか、まあ、ちょっと、ね。 こう景気交代なんか暗いニュースもいっぱいあるわけですけれどもこう昔はそのまさに1964年の東京オリンピック前回のねあの高度経済成長ということで所得倍増計画とか聞いたことあります二2倍に所得をしていくとこう経済成長を2倍で達成していくんだという時に1960年から10年かけて。 やっていくんだと、うん、いうことを非常にこう力強く宣言してそして8年で達成するというねそういう時代もあったわけですよ。まあ、池田隼人っていう人があの首相だった時ですけれどもあちなみに福利計算でえ10年でこう資産を2倍にする何かを2倍にするために必要な年利で何パーセントだと思います年10年で倍にする。10年で倍にするう これね、はい、せっかくなので、あのリスナーの皆さんも覚えておくといいと思うんですけど、7.2%、はい、です。7.2%を10年続けると2倍になります。今年の所得よりも7.2%上がる。<で>だから来年は、えー、来年の所得の。 7.2%ていうこの複利計算の 7.2%10 年で2倍になるっていうのを覚えておいたほうがいいです。はいうん、でこれ逆にすると,えと12年でえやりたかったら7.2を12で割るとえーであのちょっと12で割っちゃうとあれになりますけど6%にするとかえ8年でやるには12%。 とか12%バーちょっととかね、はい、なんかそういう7.2を軸になくしたければもうちょっとパーセント上げるし8年でやりたかったら9%パー、はい、こういうふうにこう計算式になっていくので、はい、あの簡易的なね計算になっていくので7.2って10年で7.2っていうのを覚えておくと非常にいいです。そ、あのー、そうなんですよだからその年 老後の資産2000万円が足りない、はい、ということだと65歳で2000万円用意するためには7.2%で回せる金融商品があったとしたら十5歳時点では0 0 0万円必要65歳で2000万必要だったら55歳の時に1000万45歳の時には500万35歳の時には250万。 っていうのが、はい、な,ないと間に合う。<laughs> はい、でも7.2%パーセントなんて、興味結構きついじゃないですか、うん。いや、そのスピードでずっと走り続けるって、体もたらそうです、ね。そうなんですよ。うん、中国とか、その辺のね、経済成長著しいところっていうのは、うん、そういったあのー、パーセンテージの前後で。うん 急拡大急成長っていうのを続けてるわけですけれどもやっぱりなかなかそれを福利でね毎年バイバイゲームのようにやっていかなきゃいけないっていうのはやっぱり非常にしんどいものがありますと、うんはい、でもうこういろんな要素がある中、えー、日本という国かつてね高度経済成長を遂げてったっていう時に、まあ、そういった成長をしていったとでやっぱそういう時に何が起きているかっていうと単純にはやっぱ一つはインフラ インフラの整備物を作っていく GDP とか GNP を作っていくためには物を作っていくあれはストックじゃなくてフローの計算なのでどういうふうに生産活動をやっていくのかそうすると生産の裏側には消費、欲してる需要がないと生産してもしょうがないので需要をどう見極めていくのか。 そこをどういうふうに活,発活力をつけていくのかということを考えていくとやっぱりこの10月に消費増税も控えているのでどうそこで増税されても消費を減退させないかで消費が減退すると当然生産も減らさざるを得ないので生産を増やさないとでも所得は伸びないしとで値段を上げないと,とか。 そうすると賃上げをしなきゃいけないといろんなところでデフレだったりとか金利が低いっていうことをどうにか克服していこうというわけですけれどもやっぱり消費これが活性化していかないとなかなか難しいで中国とか他の国とあるいは高度経済成長前の日本と今の日本が何が違うかって考えるとやっぱ物が溢れている必要なものが もうないんじゃないかっていうところこういったものをどう置き換えていくのかってなると新しい商品新しいライフスタイル新しい考え方こういったものが必要になってくるっていうことで非常にそのものを作れば経済成長をするというわけではもはやなくなってきた新しい商品製品をどう生み出していくのかでなっていくで必要必要あの生活必需品っていうのは安く こう質のいいものがあればよかったわけですけれども,もうそのタイミングでやっていくと結局どん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 毎年毎年値段が下がっていくっていうことが勝負になっていっちゃうわけなので人間どんなにあがいてもあの大量に食事を取ることはできないで大量に食事を取りすぎると今度は健康障害を起こすかもしれないとそうすると寿命が短くなっていっちゃうそんなことをすると結局総消費量っていうのは減っていってしまうのでどう そこを増やしていくのかどうやっていくのかってなってくるといろんなその新しいものとか新しい UIUX っていうのを作っていかなきゃいけない多機能を機能をてんこ盛りにすればそれだけとりあえずは付加価値っていうのは増えそうに見えるんですけど結果として使われなかったら消費が減退していってしまうわけなので。 いろいろと考えていくとまだまだ経済成長をしていく上で何をすればいいのかい悩ましいとこいで既存の延長だけだとそれが何ですか売れなくなった時に既存の延長だと結局値段を下げるしかないんですよ。 だからアップルだってねいろんなその中国の製品とか安い製品に上がらっていくっていうことが大変になってきちゃうとでじゃあ高機能でカメラをいっぱいつければいいのかっていうとちょっとそういうわけでもないよなっていうので今みんな。 どやもやしていると、うん、でそこをこう克服するだけのパワーのある製品商品えものが出てくるのかと、うん、だからそう考えてくると新興国とかえ経済発展の途中にある国っていうのはものを作ったりとかみんなの生活が豊かになる。 その楽に暮らしができるっていうところを提供していくでも先進国ってもうすでにいろんなものが補充されているので、うん、そこを克服していくってなるとやっぱり介護だったりとか高齢者そういったいろんなハンディキャップがある人たちに何を提供していくのか、うん、だから少子高齢化の中で人口,人口状態がいびつになっていく、うん、この日本っていう現状を踏まえるといろんなそのイノベーションのきっかけ要は、うん そこで苦労している人たちがいるのでそこのニーズを的確に捉えてやっていくだからこそ多様性を受容していくことが大事要はメジャーな人たちっていうのは苦労してないんですでもマイノリティハンディキャップを受けている人そういう生活に苦しい思いをしている人たちの悩みを解決していくきっとそこに何か新しい商品の種とかあるいは新しい製品の光があるんだろうなと思っていますなるほど。ちょうど 今日ぐらいからあのパラリンピックのチケットがね、ね、発売されて結構、僕の周りでも関心高い人多いんですようん、うん、なんか僕もそういう流れの中で今の話と組み合わせると、やっぱこういうところに向き合っていくってことが次の日本とかまあ先進国の未来を作っていくのかななんて思いましたねラジオ歴史小話ご相手リー・トンとソシでした。